形維持する。そうなんだ、結構定期的にしないと。そうじゃないとね、毛がね、薄くなっちゃう。でこれだと全然痛くなくて、むしろ心地いいんですね。そうなんだ、よかったね。とかしなかったってわけですから。いい子だね。あ、落ちるね。すごい、毛抜けるんだ。こっちこっち、はい、よしよし。さあさあさあ、はい、これ、シールかっこよくなるよね。最初の白い粉って何ですか？粉、あれはね、滑り止め。あ、だからなんか。まあ、ツヤにはちょっと入ってる。ツヤに。滑らない。長さも長いなってちゃう、うん、だから何枚かこう入ってるとすると、うん、この上で浮いてるこの毛を取ってるんですね、うん、それで下に入ってる毛今維持してる感じ、一応入りました。いい子じゃん、チル、本当にいい子。毛を掴んでるかなとかね、聞こえると思いますけど、少しずつ取ってますか、うん、こうやって掴んでるとね、この根元からこれがパッと上で掴んでですから、ここよりも長い毛だけ今取ってるんですよ、だからこれより短い毛も残ってるんですよ。残っててもいいやつなんですね。そうそうそう、全部いっぺんに取っちゃったらさ、ただつるっと剥げちゃうだけだから、うん、毛を入れ替えていくと思って、うん、長い毛を、いらない毛を先に取ってる。でそれで今抜いたこの抜いたこれの、うん、これ抜いたところか、この新しい毛が次入ってきますから、うん、そうするとこれ伸びてくる頃にこの上にある毛がなくなるので、それを入れ替えていく。で毛を見ると根元が細いでしょ、で先が太いでしょ。本当だ、うんうん、こっちが根元とか。根元の細いものはこれでカットしちゃうと、カットしちゃうとこの細い毛が生えてくるわけなんですね。だから結局毛がフワフワしちゃうんですよ。抜いてるとこの太い毛、これが維持できるんですよ。でそれがこのプラッキングってやり方の、まあ、この検診向くやり方なんですけど、この太い毛を維持するためのやり方です。まあ、一般的にはね、この子でカットしてって言うとさ、バリカン入れられちゃうところが多いんだけど、あ、そうなんですか、うん、この短さで。そう、バリカンとかハサミとかでパッパッと切っちゃうんだけど、切っちゃうと柔らかくなっちゃうから、あまりおすすめはしません。あ、上の硬いやつだけ取る感じなんですか。ジョブって大変だね。全身こういう風にやってるんで、ちょっとだから時間はかかっちゃうんだよね、うん、ハサミならパツンって切って終わっちゃうとこ。確かに、でこうやって今上の表面取ってって、うん、で少し中側の毛も少しあれば取ってますね。これ自分でちょっと長いなっていう、こうさじ加減ってどうやって、うん、あ、まあ浮いてる毛かな、うん、ふわっと浮いてたら抜いちゃっていい。今で言うとこういう感じの。そうそう、そういうの抜いちゃってね。それこそね、指とかで気づいた時いつでも抜いててあげると、うん、テレビ見ながらでもいいし、うん、ちょっと邪魔だと思ったらプチッと抜いちゃっていいですよ。この櫛使うのと、うん、ブラシ使うのと手ってやっぱり、うん、一緒。これ一緒というか、これ使うともっと量が早く取れる、うん、指なら量は少ないけど確実に取れるじゃん。指で取るっていう発想はなかった。指でこういうふうに、うん、取れるからすごいね、うん、それをこれでやるともうちょっと効率的に取れる。今こっちが見てると思う、うん、なんとか落ち着いてきてるでしょ。